オッケーオッケー、それでいい、それでいい、最高最高。はい、どうぞ。おう。はい、もうこっちから上がっちゃいます。あ、どうぞどうぞ。塾長、解説お願いします。解説してやりながらやってみて。これ下の段に落ちとる人がものすごく悪いから、これ何だ。いや、だからそれはさっきのあれですね。ここの最初のライン取りで決まりますよ。そうそう、フロントをここの外に通せるかどうか、この石の外に通せるかどうか、こっちのこっちが、うん、そのためにさっきね、塾長はわざとそこ行きやすいね、あの、まあ土手の上を、まあ、溝からでも全然行きますけど、やっぱり行けなくはないけど、理想は多分これが一番簡単です。で、溝入るんであれば、溝入ったらすぐにこう右に切り返さないと、うんうんうん、で、危険な匂いがするんかして、みんなね、あんまこっちにはね、近寄らない。で、
安全な方に行こうとして結局そこで危険だったのか。フロントかリアが引っかかる、ね、そう初めにこうしといたらあそこは簡単です。この外通すともうそこ横切るだけ。ここはフロント外通す。さっき塾長はリアもフロントもね、これの外通ってましたけど、まあ、ちょっと難しいかな。まあでも最低フロントは最低フロントは外通したりとかね、うん、でこれちょっとなんか踏むといやらしいです。これ木かなんか置いてきます。これ木、これをフロント通すのが目印ね。これの外側にフロント通っていきます。せっかく見に来てもらったんで、あの休憩だ、いや休憩がてらにこのライン取りをちょっと説明しようと思ったところです。よし、行きますか。お願いします。しっかりこうラインのイメージを自分のラインのイメージをしっかり持ってもらって、よくみんなあるんですよね。下見してて、多分僕が走ったラインを見てて、あそこに行けばいいんだと思って、いざ自分のバイクに乗っていくと、あれそこに入る。そういうのは結構あるんで、そういう誤差をどんどん練習で入れてほしいです。最初の段階で下見して、絶対ここに通すんだっていうぐらいの意識を最初持たないと難しいです。それが明日の好成績になります。で、ここもね、結構皆さん、慣れないと途切れで見とると思います。ここに来るためには、さらにピンの方でどの辺に来るかなっていう流れで見ると、すごいイメージがつかめます。で、先ほど、ここでは印分かりやすいと思うけど、実際走っていくと、この印すごい見にくいと思う。はい。ここですよ、ここですよ。この辺りからこれの外をフロントタイムになってきた。今だから分かりやすく置いてくれていますけど、それがなくても、多分捕まらなきゃダメです、本当は。なので、ここの、切り返し、攻撃を越えて切り返して、ここが結構一番ハンドルの切り角が多いところじゃないですか。ここが一番減速するポイントです。で、昨日フロントがこの辺に来たときに、まあ、ちょっと加速っていうか、まあ、ちょっと機能を通過する。